公共曲第3番は、クシシトフ・ペンデレツキが1988年から1995年の間に作曲した公共曲、ミュンヘンフィル・ハーモニー管弦楽団の創立100周年に再試職された。自由なリズムによる学説、波音外技法、不協和音、大規模な打楽器の編成など、1980年代のペンデレツキを表すような曲である。 作品の密度の高い対位法、革新的な還元楽法、自由なハーモニー、複雑なリズムはペンデレツキが1986年に作曲したオペラ、黒い仮面を思わせる。クシシュトフ・ペンデレツキ初期の頃から彼はポーランドの前衛音楽における主要な作曲家の一人だった。ペンデレツキはリズムや火星、メロディなどの従来の側面からの脱却に興味を持っていた。 この期間の重要な作品、特にアナクラシス、広島の犠牲者に捧げる愛が傾向はアルゴリズム作曲法による様々なダイナミクスの音、そしてトーンクラスターの技法を用いたものである。しかし、1970年代初頭までにペンデレツキの作曲は前衛運動から遠ざかっていった。ペンデレツキは1970年代に指揮者として、 活動する間に、シンドマン主義音楽の再評価を始めた。指揮をしていた音楽は、ペンデレツキの音楽に大きな影響を与えた。この間、ブルックナー、シベリウス、チャイコフスキーを指揮していたこともあり、ロマンティックなアイデアを持ち始めたと明らかにしている。この時点で、ペンデレツキの音楽はメロディックで、叙情的な表現。 そして劇的な性格を特徴とし始める。ペンデレツキは1970年代初頭は彼の作曲スタイルに大きな変化をもたらしたと感じた。この変化にとって重要なのは作曲家が伝統を改めて強調することだった。1954年から57年にかけてペンデレツキの師であったアルトゥール・マラウスキーが現代の技法と従来の音楽形式とのバランスを とっていたことが伝統の重要性を表している。ペンデレツキはマラウスキーの作曲哲学を繰り返した。ペンデレツキにとって伝統的な作曲法は音楽家と聴衆の間の不協和音を克服する好機会としても役立った。特に公共曲は1970年代初めにはペンデレツキにとって不可欠なジャンルとなった。1970年代以降、 ペンデレツキは公共曲について様々な説明をした。例えば1980年の公共曲第2番については19世紀後半の公共曲の伝統に完全に触れていると述べた。また2000年には公共曲についてロマン主義的な伝統を続けようとしていることは明白であるとも述べている。伝統的な三冠編成に加え多くの打楽器を使用する。 特に第二楽章で活躍する。他のペンデレツキの公共曲と同様に、公共曲第三番は、楽章の指定と構成がロマン派的な慣修を思い起こさせる。シャルル・デュトワはこの公共曲を、シンドマン派の作品とし、それは、ブルックナーやマーラー、そして19世紀のドイツ音楽への愛を表している、と述べた。 元々作曲されていたパッサカリアとロンドは、それぞれ第2楽章と第4楽章に転用された。他の楽章は1988年から1995年の間に新しく作曲された。演奏時間は約50分。5つの楽章の中で一番短く、演奏時間は約3分半。低いえ、音の絶え間ないオスティナートバスが特徴で、全体を通して、 規則的なパターンで続く。このオスティナートは5つの楽章のうち4つの楽章の統一の動機にもなる。頂点に向かう途中に2つの追加の動機が現れる。1つ目の動機は高音の木管楽器と弦楽器が主に演奏する。動きの速い半音階の断片で構成されている。2つ目の動機は低音の木管楽器と 金管楽器が演奏し、主に三全音と単球の和音の音程を使用する。この楽章は公共曲全体の主要な旋律の構成要素として半音階と三音階の両方を導入するという点で重要な意味を持つ。ディミヌエンドはファーッとトロンボーンの動機を反転させている。これにはバイオリンの4分の1テンポで演奏される半音階の断片が伴う。 楽章は低音の平音の上に長い路単調の単和音で閉じ、不協和音の性質を維持し、三千音の関係を強調する。この B と F の音程も後の楽章にとって重要になる。もともと作曲家によって、ロンドと名付けられた約10分の第二楽章は、大雑把に従来の形式に従うだけであり、同期は断片化され、異なる音程、または異なる楽器で再現される。 テーマの特徴的な構成要素は、やはり3000音と半音階である。最初に述べた3000音は、B と F の音程で、バイオリンとティンパニの間の動機の開始時に確立され、加工するバイオリンのクラスターでも確立される。主題の提示の間に楽器が挿入され、様々な楽器のソロの長い学説がよく含まれる。楽器は主にメロディックな素材と性格で統一され、 主題は頻繁に半音階と三千音の両方を強調している。トランペットとコーラングレのソロはどちらも挿入された楽譜の顕著な例である。また、ペンデレツキはビオラのソロにおいて半音の感覚を強調させている。この半音とそれに続く短い半音階はシンディ・バイランガーによってペンデレツキのため息の動機と説明されている。楽章の終わりに向かうにつれ、 1> 第1楽章の基礎を形成し、第4楽章の主なアイデアにもなっている、オスティナートバスの動機が再び現れる。演奏時間は約13分。アダージョは長くメロディックに展開する。10から13小節目で半音階と半音の感覚がすぐに強調される。7小節目ではバイオリンが半音で取レモロする。アダージョのオーケストレーションは、 前の楽章よりも19世紀後半のロマン主義の作風にいくらか近づいている。感覚器のソロにこの半音の動機が頻繁に含まれる。第四楽章は、オスティナートの仕様と表現力豊かな音量のアーチの両方で、最初の楽章と類似しており、ゆっくりと頂点に達した後、ゆっくりと戻ってくる。ただし、ここでは、オスティナートは、 単純に繰り返された八分音符に減らされ、低い弦で力強く鳴らされている。しかし、この繰り返された D の音に対して、再び三千音が現れる。弦楽器とホルンの D の音に対し、金管の低音楽器が A の音を鳴らす。ペンデレツキは楽器を追加することで動機を構築させている。動機が展開すると、高音の弦楽器と木管楽器がオスティナートを鳴らす。 オスティナートが D から F に移動すると、この動機の最も劇的な変化が発生する。パッサカリアが管楽器セクションが絶え間なく繰り返す F に対して頂点にもたらす。クライマックスの後、パッサカリアのオスティナートは D の音に戻る。木管楽器がオスティナートの上で短いメロディを奏でる。楽章は101から105小節目の断片化されたオスティナートを繰り返して終わる。 修学賞でも半音階と三千音の素材を利用している。オスティナートは早い段階で再び現れ、修学賞を以前の学賞としっかりと関連づけている。ティンパにはチェロとコントラバスのメロディーを伴う。低減もリズムのパターンを始める。このパターンは学賞全体で見られる。そして多くの場合で音が高くなる。 この楽章のいくつかの旋律も上向きの3000音の跳躍とそれに続く半音階で構成されている。中央のセクションは標準的なスケルツォの形のトリオに似ている。ここでは1オクターブ以上の跳躍が見られる。このセクションはまた楽器の様々な音色により特徴付けられ、クラリネットとバイオリン、クラリネット、トランペット、ホルン、 フルートとバスクラリネットのためのソロとデュエットの学説がある。集結は3000音の最後の補強を特徴とする。ティンパニの強い F の音の上に金管楽器が露長調の調和音を鳴らす。そしてオーケストラ全体で公共曲で繰り返された F の音をユニゾンで強調して締めくくる。1988年8月20日、ルゼルン祝祭還元楽団の演奏。 ペンデレツキの式により、スイスのルツェルンでパッサカリアとロンドが初演された。完全な形での初演は、1995年12月8日、ミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団の演奏、ペンデレツキの式により、ミュンヘンで行われた。初演時には様々な批評があった。ヘンリク・トリットは、ルツェルン音楽祭でパッサカリアとロンドを好意的に受け入れた。ペンデレツキは、 特定の楽器、特に、ビオラと打楽器の技術的及び音色の可能性を最大限に活用したと述べた。完全な状態でのドイツでの初演では、ペンデレツキの初期の作曲法の統合、金管楽器と打楽器の革新的な活用法が称賛された。以上の参考文献は、英語版記事作成の際に参考にされたものです。ありがとうございます。